さあ続いて次の、新ルールの審議に参りたいと思います。続いてはですね NGT48 の本間ひなたちゃん、ボックスから紙を引いてください。じゃあ引かせていただきます。はい。AKB48 さんの高橋樹里さんです。お、では樹里さん前の方にお願いします。樹里、はい、さんが提案する新しいルールは、はい、キャプテンがおごるみたいな空気にしないことですあれ樹里さんこれはキャプテンですよね、チームの。はい、私はですね AKB48 チーム4のキャプテンと今組閣もう一回してチーム B のキャプテンなんですけど、うん、結構先輩がいたりしても全然キャプテンみたいないやいや、まあ、冗談じゃなくて冗談、まあ、まあでも、マジにもありつつ、いやでもやっぱり あるじゃないですか、まあまあ、プレッシャーというかあやっぱキャプテンって怒らないといけないのかなみたいな。おー、なるほど。どうなんですかね。これなんかキャプテンを経験してる人にしか分からない圧なのかもしれないですけど、圧感じたことある。キャプテンの皆さんどうですか。あ、夏さん ある SKT はないです。あ、ないない、ないない。 SK もない。おごりたがるとかあるよな。おごりたがる、うちのね SK48 のあのキャプテン斉藤真希子は、あーあの人ね、ちょっとあの見栄っ張りなとこあるんで、おごりたがる部分はあるたがりたがりね、たがりだ。私28で上ですけど全然ジュリナさんにおごってもらいましたよ。おお、やっぱ先輩だから、うん、私はやっぱ一期生だからカオタン後輩でしょって言ってごちそうさまですみたいな全然あった。だからかっこいいですね、うん。NGT も今、まあ、みんなが手を挙げてたかな。はい、7月からあの、うん、チーム N3 と G に分かれて N3 のキャプテンになるんですけど、そんなの嫌ですそうだよね、はい、それはそうだよね。後輩には奢ってたよね。お、なおちゃん。私はあの STU48 のキャプテンやらせてもらってるんですけど、私的には全然全員に奢ります。かっこいい。人数、それは人数、人数戦場の人数STU のね30人ぐらいいますね。30人ぐらいいますね、うん、でも全然やっぱキャプテンとしてできることって少ないなって、その私の力不足なんですけど、だからそれぐらいは。いやでも私の記憶上、うん、記憶上冗談だったと思う、絶対冗談なんですけど、なーちゃんにキャプテンみたいな一回言われたことがある気がしてなーちゃんに言われた側。でもなーちゃんの冗談ってなーちゃん真面目だから、なんかあ本当にどっちか分かんなくて、その時は今は仲いいから全然冗談だけど、まあどっちなんだろうなというか、いやなんかこれはちょっとね、なるほどね、器ですかね、なんかすいません。本当にどうぞ。おごりたい。渋谷渚さん。私はキャプテンがおごるっていうよりもしっかりその相手の目を見てお互いのお給料をなんとなく察しようと。それはそう、口には絶対に出さないですけど、しっかり目を見てなんとなく察してどっちがおごるかっていうのはもうそれは意思疎通で、でも目をつぶってもこう、はい、こう差し出すっていう、うん、ね、はい、いや私でも、あ、ありますか。あ、じゃあ秋吉さん。はい、秋吉ゆかです。あの HKT は大体先輩がおごってくださるんですけど、でも1期生でも学生メンバーがいたりとか、うん、なので時々後輩がいつもお世話になってるんで今日はおごりますとか、そういう思いやりも大事なんじゃないかなと思います。エレちゃん。私はあのゆかちゃんとよくご飯に行ってるんですけど、うん、ゆかちゃんの方が先輩で、でもよく何回も行ってるといつもおごってもらってばかりで本当に申し訳ないって思って、やっぱりしかも同い年なので、うん、やっぱりそういうのはあんまり関係ないかなと思ってたまにいつもありがとうございますって言っておごったりします。こういうことあまり言いたくないんですけど、はい、あの夏みかんはあのいつも後輩におごらせて、あれ一期生ですよね。でも私17歳なんですけど1期生で、うんうん、ほとんど後輩が年上なんですよ。で20超えてる後輩がたくさんいるので、そこはまあ17歳の力を使ってごちそうさまですっていつも言ってるんですけど、さえちゃんが後ろで手を挙げてますけど、ね、何おごったことあったっけ。はい、私研究生で入ったばっかりでおこ、あの何
お給料ももらってない時に一緒にご飯に行かせていただいたんですけど、あのなっちゃんとかはあ、じゃあみんなで割り勘してさえちゃんたちはいらないよって言ってくれたんですけど、夏みかんさんは財布も出さないから私が残りを払うことになって、すごく怖い先輩なのかなって思ってたんですけど、そんなことはなかったです。フォローありがとうございます。まあね、それぞれのグループいろいろありますけど、私はでもあのジュリさんにおごってもらったこと本当に何回もあるし、こんなこと言ってるけどし、あと横山総監督もすごい必ず後輩にはおごってくれるから、でその時絶対横山さんが言うのは、私は高見菜さんに何度もおごってもらったから次は私がこうやって後輩におごる番で、じゃあミーヨンが先輩になった時は後輩におごってあげてねっていつも言ってくれるので、まあ、その伝統も必要なのかなみたいな。その時によるのかな、やっぱりこう、うん、人数によるね、その場の人数チームの人数によってちょっとリアルな話。そうですね。じゃあまあこちらも審議しておきますか。多数決で、賛成の方はご起立ください、キャプテンがおごるみたいな空気にしないこと、おごるみたいな空気にしない、空気にしないんだからおごらない、おごらないに賛成、キャプテンがおごらないに賛成の方は立つという感じでお願いします。どうですか、難しい、これ日本語が難しいですね。シチュエーション、シチュエーション、じゃあキャプテンに圧をかけないよっていう方は立ってください。お、みんな座ってる方はいないですかね、皆さん周りにいないですか、座ってる人は。あ、いるいる、あれ誰、谷さん、なんでみんな立ってんの、あれ谷さん、え、でもやっぱりやっぱキャプテンからはやっぱキャプテンもらってると思うんで、やっぱもらいたいですよ。あれ隣の愛理ちゃんも座ってるね。そうですね、うん、やっぱもらってると思うんで本当に、うん、それはちゃんと1回ぐらいはおごってほしいかな、まあ、みたいな。ただおごってもらったからには SNS に書きます。あー、そうそう、 SNS に書く重要です。まあというわけで、まあ、これは完全に多数決ではね賛成ということで、キャプテンがおごるみたいな空気にしないこと可決いたします。その後の人間関係はもうおいおい、なんかそれぞれでやっていただくということで、さあ続いての新ルールの審議に参りたいと思います。続いて STU48 の石田千穂ちゃん、お願いします。ボックスを引いてください。じゃあ引かせていただきます。はい、AKB48 さんの太田奈緒さん、お願いします。奈緒ちゃん、じゃあ前にお願いします。じゃあルール読み上げちゃってください。はい、1ヶ月に1回でいいからチームごとに劇場公演のお弁当を豪華なのにしてほしい。すごい大拍手ですよ、奈緒ちゃん。すごいしょうもないことで申し訳ないんですけど、ただの食いしん坊なちょっと発案で、うん、でもやっぱりこの劇場公演のお弁当を豪華にしてもらえたらモチベーションって上がるじゃないですか。上がる。で豪華じゃなくてもなんか一人ずつこういうお弁当がいいとか、なんか一つのお弁当屋さんやけどその種類を選べるみたいな、うんうん、たまに茶色いお弁当みたいな時ないですか。そういう時に、あ、でも今日はちょっとサラダ系が食べたかったなって時もあるから、ちょっとそういう選べる日とかを作っていただけたら、ね、学校のお楽しみ給食みたいな日ですね。そうです。パフォーマンスとかもキレキレじゃないかな。どうですかこれ、はい、あ、篠崎彩菜ちゃん。私今日初めてお話するのがお弁当の話でちょっと申し訳ないんですけど。初めて手を挙げましたね。あのこの間の新チーム A の初日が単独コンサートでピンポン玉リレーみたいなのをやって、うん、勝ったご褒美で高級焼肉弁当が出たんですね。で、そのおかげですごく疲れてたんですけど、もうめちゃめちゃ頑張れたんですよ焼肉弁当のおかげで。だからまあ確かに予算の関係で毎月1回全部のチームにっていうのは難しいかもしれないんですけど、まあ、例えばなんかゲームで勝ったチームにとか、うんうんうん、そしたらチームの団結力とかも上がるし、そういう月が、ん？月に1回そういう日があってもいいのかなって思います。みんなが満面の意味でうなずいてますけれども、はい、足物さん、
HKT48 の下野由紀です。あの HKT は毎週火曜日がお弁当が豪華なんですよ。なのでやっぱ火曜日に自分のチームの公演があると本当にみんなガッツポーズで、それでモチベーションも上がるので。そう、豪華ってどんな感じなんですか？なんか本当にいつもなんか本当に茶色いお弁当だったりするのが、なんか本当焼肉弁当みたいな時とか、なんかスパゲッティとか、なんか本当に何だろう、なんか分かんないけど、あったかい、あったかい、あったかいやつとか。メルさんがそう、スープストックってお店分かりますか？そういうので買ってきてくれたり、まあ、種類はそんなに多くないけど、その日は一日すごく豪華なものが出るっていうので、火曜日が毎週 HKT が燃えてる時です。すごい、もはや1ヶ月に1回じゃなくて毎週なんですね、HKT さん。あ、すごい、各チームからすごい上がってるけど、じゃあ SKE さんから、鎌田夏樹さん、はい、SKE はお弁当じゃなくて、私たちサンシャイン栄の中にビルに入ってるご飯屋さんがケータリングをっていう形でやってくださっていて、だから実際美味しかったり、あと研究生だとちょっとフライドチキンとかお子様寄りのメニューだったり、大人メンバーが多いチームだと和食が多かったり寄せてくださってるんですよ、年齢層に合わせて。そうなんです、だからあんまりネギトロ丼とか、そうなんですよ、夏とかすごい日うなぎが出てみんなうわーってなったりするんで、あんまり不満は正直ないです。はい、あのお店側からのご好意で毎回何かなっていう楽しみ。すごい、夏は冷やし中華とかあるある、なんかチームごとに何が食べたいかってアンケートを取ってくれるんですよ。あのこれ本当に言いたいんですけど、 NGT 劇場はあの例えば北里恵さんだったりゆきりんさんが来た時だったり、まあ出張公演に来ていただいた時はすごい豪華なんですよ、弁当が。本当にだから例えば HKT さんが出張公演に来てくださった時はもうお弁当を見張るために見に行くみたいな、もうそういうメンバーもいるぐらい本当に違うんです。それが本当に腹立つんですよ。外向けだけいい顔してるんですか？そうなんですよ、そうなんです。しかもあの、まあ、全然話がちょっと変わっちゃうんですけど、うん、メンバーさんが来るときはもうその前日とかにわざわざ公演がないのに呼び出されて、その楽屋を掃除したりとか、そうだから本当に全然違うんです、本当は。本当は実は各チームちょっとなんか格差も見えてきましたけど、あ、ジョーさん、はい、NMB48 もまあケータリングが毎回用意されてて、でメニューもありがたくいつもボードに書いていただいてて、だからもう自分の好きな食べ物だけ取ってみたいな感じで食べてるんで、でも SK さんみたいにその何欲しいものリストみたいな食べたいものリストとかがあるのは羨ましいなって思いましたね。すごい、各グループすごい、え、皆さんそれ劇場公演の時の話ですか？あ、そうだよ、それはすごい。だから一人暮らしとかでちょっとこうね、あの料理がっていう子たちは余ったやつを全然持って帰る、タッパーとか集めて、そうデザートとかも用意してもらう、デザートなんかフルーツポンチみたいのとか、ヨーグルトとかもあったりします。全然あら、ダメだ。あ、STU の千穂ちゃん。はい、 STU48 の石田千穂です。の STU の個別握手会は基本全部お弁当 で、うんうん、でだから AKB さんの握手会とかに参加させていただくと全部あったかくて、デザートもすごい季節のデザートとかがあったり、ね、個別握手会は豪華ですよね。だからすごい、だから毎日とかは無理かもしれないけど、月に1回は豪華なお弁当とかがいいなと思います。確かに。ユミリンも。はい、 STU48 の滝野由美子です。あの私たちまだ劇場はないんですけど、うん、今瀬戸内7県のツアーをやっていて、うん、まあ、だから結構7県ならではのものを食べれて、例えば香川県だったらあのケータリングうどんだったりとか、まあ、広島県だったらそのお好み焼きだったりとかすることがあって、だからまあなんだろう、すごい劇場が楽しみです。そうだね、はい、今後始まったら楽しみですけども。あ、うーかさん。はい、さっきまジョーさんが言ってたみたいに、うん、NMB はケータリングがあるんですけど、その2回公演の時あるじゃないですか、うんうん、その時はマネージャーさんのご好意でなんか大容量アイスみたいな、うん、業務用
スみたいな、そう、業務用アイスを買ってきてくれてみんなですくって食べることがあるんですよ。そう、やっぱりそれがあったら2回公演また夜も頑張ろうってなるし、うん、やっぱりなんか茶色のものばっかりって言ってたじゃないですか、うん、なんか人の前に出るからやっぱ揚げ物やったらなんかあんま良くないかなって思うから、ほんまにみんなの元気を出すためにも、うん、月1でいいからなんか出してあげてほしいなってすごく思いました。本当に。あ、じゃあひなたんも、はい、そうそう、さっきのえちゃんが言ってたように、はい、NGT48 の劇場公演の弁当は普段なんかエビフライ3本だけとか、エビフライ3本とあのご飯とかサラダとかついて、あのお米しか美味しくいただけない日が多いのであのなんか頑張るから倍率が高かったら豪華にするとか、そういうのが欲しいなって思うことはあります。なるほどね。どうですか、なおちゃんはいろいろ聞いて。でも本当にグループさんによって全然ちゃうし、うん、なんかあったかいご飯そんな食べれんやみたいな思いましたし、やっぱりでもなんかひなちゃんが言わはったように、うん、なんかそういう倍率とかでなんか結果出したらなんかその次の日は豪華なお弁当とかなんかそういうのがあれば、やっぱりなんか自分自身も頑張れるし、うん、なんかチームがなんかもっと盛り上げれるんじゃないかなって思います。さあ、ではお時間が迫ってまいりましたので、この議題ですけれども、はい、秘訣をお願いいたします。それではもう過去最高になんか白熱した議論だったと思うんですけれども、これ、審議を行いたいと思います。1ヶ月に1回でいいからチームごとに劇場公演のお弁当豪華なのにしてほしい。皆さん賛成の方立ってくださいもう即ですねはい、もうこれは圧倒的ということで、こちらのルールは可決いたします